僕ら全力ショレダイ、はい、受点音、ね、ちゃんとカメラが来るまで待ってる、ね、成長成長です。さあ、さっきもお送りしましたが、はい、久しぶりにあの懐かしいものを全力で取り組んでまいりました。まずはこちらご覧ください。さあ、僕ら全力少年隊、はい、ふざけてんのかすいません、ふざけてんのかって、だからヘルメット忘れました。なんですかそれは。今回はですね、うん、やっぱり男心、子供心をくすぐるあれに挑戦してみようと思っております、はい、発表お願いします。はい、パラパラ漫画を描こう、うん、皆さん子供の頃、まあ、大人になってもね、うん、まあ、つまらない会議なげー話の時にこういると思うんですよ今でも。子供の頃はね、授業中本のね、はい、あの角っこのところに書いてみたりとかよくやったと思うんですが、うん、そのパラパラ漫画を挑戦してみたいと思いますが、はい、何かこう物語決めた方がいいじゃん。そうですね。そこで、はい、勝手に決めました。決めちゃいました。日本のソウルストーリーと言っても過言じゃない、うん、心の物語、うん、そうです、桃太郎です。では、はい、桃太郎を構成するメンバー表、2人でちょっとイメージすり合わせていきましょう、はい、ね、うん、でいきますよ、はい、まずおじいちゃん。おじいちゃん出ましたね、はい、次おばあちゃんね、はい、はい、次が桃、やっぱ桃が登場ですね、はい、桃太郎、はい、はい、これ桃太郎かっこ小です。あー、子供のね、子供の赤ちゃん、はい、次、桃太郎のかっこ大、はい、ね、じゃあそれぞれを書いていこうか。いきますよ、はい、ピーピーピー、そんな狭いんですか。ここに書けと、ピー。さあ、ではね、表ができました。これにそれぞれイメージを書いていきましょう。多分ね、お互い違うと思うんだよね。あ、そう、確かにですね、持ってるイメージが、うん、はい、じゃあまずおじいちゃん、はい、書いてみましょう。これ猿や。おばあはやっぱり、おばあはやっぱ目に仕上がった。これマジ心ないわ。おばあ肉なんすか。いらんよ。なんで、なんでなんよ。猿なんだ。ちょっと待って、なんですかその、なんか今失笑がこう、え、いいよいいよ、どっか行って。そのちょっと諦めムード。まだ始まったばかりの今週の企画、うんうん、あ、学園番号行っちゃった本当に。本当に猫になってしまった。あ、そうか、一応見ちゃったけど。これ大事なものがいるね。さあ、僕らのパラパラのスタメン発表しましたけれども、はい、正直、うん、ちょっと心細い。ということで、はい、全力で一番絵心があるディレクター、はい、ちょっといいですか、はい、お願いします。ここに真ん中に書いてもらっていいですか。終わりました。選択肢を広げます。わ、はい、かりました。あの、でもほんとしょっちゅう絵描いてますもんね、はい、会議の時ね。ねえ、バラすんだ、遠いですもんね、全然聞いてないですよね。聞いてないです。あの、髪真っ黒になるぐらい描いてますよね。そんなに描いてるんですよ。あー、串ね。団子頭に串刺してるんだ。うまい。おー、いいね、おばあいいね、おばあいいね。え、犬、キツネ。なんでバリア。カラス、これあの尻尾が、ここが長いんですよ。あ、生地はね、はい、なるほど。俺昨日山目釣りって見たんですよ。あ、生地は。すげえ、ロケハンした。はい、しました。ちゃんと出てきてくれましたよ。さあ、というわけで、うん、3人のキャラクター案が出ました、はい、うん、でちょっとね、確認していきましょうか、はい、まずは、僕のおじい、どうですか、たけるくん。
これヒゲがいいですね。これね、うん、掴んでますね、はい、一方たけるくんのおじい若者え若い、ただこの辺がちょっと猿っぽい、すでにシワが、シワが、はい、かわいいね、かわいいですね、若い、かわいいね、なんだっけあの虎の虎次郎に出てきそうだね、かわいいキャラクターしてるね、シバジロー、あ、シバ恥ずかしい、シマジロウです、トラジロウはトラさんです、すいません、おじいはジャラ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 ジャン僕です。これ文句ないでしょう、はい、文句ある方言ってくださいね。ないですね。いいですか。あ、なかったわなんか嬉しいわ。はい、次おばあいきます。おばあはあるわけねえよな。はい、ディレクターです。ね、これはね、非常にやっぱ線画で描いてるところ、あと頭のここ、はいはい、これポイントです ね、 ね、はい、これ D です、D、はい、さあ、桃いきます。はい、これですね。やっぱりね、桃にはこの葉っぱが必要ですからね、うん、これはただの尻です。尻ですそんなかかんでもいいわ。桃尻です。桃尻です。桃尻です。はい、ここダメです。これはダメ。NG、はい。出しちゃダメ。はい、すみません。わかる？はい、続いて桃太郎翔、はい。はい。これはちょっと迷うね。正直ね。うん、正直この頭の桃は僕は好きですよ。ありがとうございます。可愛いわ、うんうん。ユーモアがあるわ。はい、いうことで。ただ僕のもちょっと捨てがたくないですか。ダメでしょ。え、ダメでしょ。毎回これ書くの嫌ですよね、ここね。毎回ここはめんどくさいですよね。かーいっちゃおうかな。わーい、いっちゃおう、いっちゃおう、ここ行こう、はい、桃太郎大、はいはいはい、決定早っ。なぜかというと、はい、これ一番書くわけじゃん。そうね、主人公ですからね、何回も、うんうん、だから一番簡単にしとかないとえらい目に遭う。もうこれなんか動かしようがないし。え、犬どうしましょうか。これやろ、これどうします。ん、犬、うん、キツネ、うん、猫、さあどれにします。ねえ、どれがいい。はい、せーの、はい、決定はい、決定。まあこれあの正直ね、まあ元がありますからね。猿、もうどうしよう。ここからはちょっともうどうしようもなくなってきてますけどね、うん、これはやっぱないもん、動かしようがないもん、わからんもん、後半どうしていくか。こうやって動く。え、なにこうやって。え、もう下半身なしない。え、ここだけでこうやって動いて。うわ、怖い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 。うん、でも見てみたい。それ見たいわ。うわプレゼンが良かった。うわ、なんと、ありがとうございます。熱意を感じた。うわ、うん、どうしましょう、肘、いきますよ。思想帳、肘、詐欺、どれがいいですか。じゃあ3人でいきましょうか。もうせーの、はい、もう文句なしですね。さあ最後鬼です。はい、いや鬼も迷うな。もうたけるくん、うん、これどうやって動くんですか。ちなみに、これはね、こう腕がこうなるんですよ。そうなって、うん、こういやいや、こうあとはじゃあマッチョか、うん、まあ、あのちょっとヒステリックなおばさんか、これえせーの、はい、決定。ヒステリックなおばちゃんの鬼で僕らのパラパラ漫画のスタメンが決定しました、うん、はい、では実際に書いてみたいと思います。お楽しみに。いやちょっと本当ね、あの佐藤さんと俺今同じ気持ちだったんで、え、終わり？パラパラ早すぎてもわからんかったんじゃない？え、終わり？え、やった？やったんじゃない？パラパラ早かったんで。今の V がパラパラだったみたいなことですか？違うでしょ？ちょっとやって。スタメンだけ発表したわりですか？紙も出てきてなくないですか？まだホワイトボードしか出てきてない、うん、どういうことですか。え、何かお気に召さなかった。いや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 、なんで、え、なんでワクワクをあと一周伸ばすんですか。あのね、冷静に考えてみて、はいはいはい、みんなで全力尽くすのに、はい、そのパラパラの絵が違ったらみんなで描けないっしょ、うん、そう、過程はもう自分らで処理してくれる。ましてやその裏でやってください。ましてやその過程のみで一周っていう、その発表したんですか、それ。あの、多分ジブリのスタジオでも、はい、
最初のキャラクター。それはそうでしょ、一番大変なんだって。いやそうですよ、それはキャラクターデザインってことですよ。でもジブリはメイキングだけで一本作らないでしょ、映画館で。まあジブリと予算比べてみろよ。映画館行ってそれだけやったら怒りますよ。早尾さんがずっとこうしてるとこだけあったって僕は怒りますよ。それはそれちょっと見てみたいけど、逆にでしょ。でも結局壮大なそのキャラクターのね、もうスタメン選びだったでしょ。まあそうですね、そうですけども、ストーリーは知ってますからね。だからどう動かすかってこと、だからどうね活躍していくかは楽しみなんですね。そこからやってよ、ね、サルどう動くんでしたっけ。怖いじゃないか、こんな動き。怖いって。鬼どうやったっけ。鬼一緒やん、もう腕が違うんです。いや分からんわ、そんなことない。上半身だけ。いやでも皆さん本当にね、あの想像してごらん、はい、来週、はい、あの選ばれたキャラクターがパラ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 動き始めるから。来週忘れてる。これぜひ見て。じゃあもう一回見る。さっきもういいっす。もうすいません、再放送で見て、再放送で見て。以上、僕ら全力少年隊のコーナーでした。さあ、CM の後は道草情報です。